これで、どうもハマの YouTuber 宮野です。今回もプラス PS やっていきます。今回もリアルタイム対戦名人目指してやっていきます。いきましょう。現在29勝11敗ということで、まあ、グランドオープンしてから40試合やったことになりますね。はい、まあ、あと1勝すれば30勝ということなんですけど、おっと相手の方アニバの千賀選手で6連勝中と、現在防御率が 0.42 ということで、かなり投球には自信がありそうな方と当たりました。そう、前回ね、まあランキング425位の方と当たりまして、うん、まあ、あのチェンジオブペースがね悔やまれるという感じでね、まあ、3回試合して2回負けてしまったというね結果だったんですけど、今回はね、まあ、3連勝できるように頑張りましょう。OK! ナイスバッティング、いいんじゃない、ツーシームいいよ初回初球先頭打者ツーベース、ツーシームいい感じに反応できましたね。うん、フォークボールちゃんと見極めていこう。うん、ストレート来そうだなと思ったんですよ。外野前進してるんで、その頭の上を越えていきたい。越えてゆけ、もぬか信念の旗のもとへ。何を言ってんだ、完全にワンピースだね。さあ、スリーボール。うお、スロースライダー。ちょっとボール球先行してたんで見逃しちゃいましたけど、本来なら打つべき。うわー、ツーシームか、今の。そこの配置でツーシームはちょっとね、予想外だった。さあ、先制していきたい。いや、出ねえわ、ストレート。あ、ボール球か、今のフォークボール。いや、なんとしてもノーアウトのランナーなんで先制はしたい。いや、ツーシーム打てんわ。ちょっとちょっと、絶対ベストピッチでしょ、あんなの。いや、フォークボールか。いいよ、ちゃんとボール球見逃していこう。フォークボールね、気をつけて。あとツーシーム、はい、縦スラー見逃し。今完全に意表をつかれたね。全く手が出ませんでした。いや、よくいるよね、こうピッチングさ、三者なんか抑えてからさ、お願いしますっていう方いるよね。いいよ、こっちだって三者凡退で抑えてやるよ。見てませ見てませ見てろよ。ベストピッチストレート、打てるもんなら打ってみろ。 OK。 なんかすごい簡単に抑えてしまいましたけど、石井拓郎選手使ってる方結構珍しいですね。 OK、 ツーシーム、やばい、ベストピッチができないな。ちょっと高めのストレート投げてみましょうか。ベストピッチ振ってくれた。うん、ストレートまあ振ってきますけど、ボール球だったんで、ボール球振ってくれたんで、結構ガンガン振ってくる方なのかな多分。うん、ちょっとツーシームで入れてみましょうか。さすがに打てないよね。ベストピッチフォーク振ってくれ。振らない、どうしようかな。ストレート投げますか。いや、ナイスピッチか、怖いな。ナイスピッチだとね、やっぱ甘いところ行くと打たれますからね。さて、ことでタイピンついてますんで、フォークボール振ってくんないかな。ツーシームファースト、うん、まあ、これは打てないよね普通。カットボール、ベストピッチいいよ。どうしようかな、高めストレートいこうか。ちょっと待って、守備位置どうなってる。外野前進か、俊足警戒、定位置でいいか。フォークボール、
まあいいよいいよ、フォアボールだけど、いい、全然いい全然いい。これでまあなんだろう、定位置でいいか。高めストレート、ベストピッチいいよ。オッケー、ナイスボール。このフォークボール振ってくれ。あ、あれストライク入っちゃった、予想外。これでナイスボール。タイピンついてるね、このインロー、ボール球からストライクゾーンに入ってくるツーシームは打てない。オッケー、なんとかツーシームのおかげで抑えられましたけど、ちょっと強いですねやっぱこの方。そう、これね、これのタイピンついてるバージョンやばいからね。いや、ただストレート打てないな、ちょっと早すぎる、見えない。やっぱちょっとプラチナ2に上がってから結構強い方と当たるようになってきましたね。いやー、ツーシーム若干ずれてましたね。ドンピシャいってればね一発入るんですけど、やっぱピッチングうまそうですね。さすが防御率0点台っていう実力はありそうですね。これもボール球か。いや、全然ヒット打たせてくれませんね。うまい、投球にやっぱ自信がありそうですね。やっぱ高めと低めの使い分けもうまいですし、こうたくさんボール持ってるのもねうまく使ってきますし、こんな打てるわけないでしょツーシームからのボール球っていうね、もう使い方がうまいですね。お互いにヒット1本ずつ、まあすごい投球戦、なんていうの、投手戦してますけど、どっちが先に点を取るのか。ここまでまあシャープ5かな、これが。そう、リアタイ名人目指してやってますけど、まだね延長戦入ってないんですよね。そう、まあ、全部2回までに終わってるんですけど、今日初めて延長戦タイブレイクまで行きそうな気配がする。振ってくれますねストレート、結構速球狙ってますね。狙ってる分ボール球になったストレートツーシーム振ってくれてる感があります。さあ、ところでテンポよくツーアウトは取れましたけれども、代打吉田選手気をつけていきたい。オッケーオッケーオッケー、バースさん果敢に動いていく。なんとか三者凡退で抑えましたね。一応ここまでどうでしょう、僕が三振取ってフォアボール1個与えてしまってるんで、判定的には怪しいですね勝てるかどうか。さあ、リアタイ名人目指して初の延長戦、ダイソーはいいかな。ランナー総力 AB あるんで、ちょっとバントしようか、ちゃんと勝ちたいんでバントします。長嶋さんに素晴らしい、やはりレジェンドはバントもうまいですね。しっかり送ってランナー2、3塁でちゃんと1点もぎ取る。おお、相手も考えてますね。さあ、工藤監督が出てきまして、まあ申告敬遠と。さあ、ところで1番に回ってきました秋山選手、ゲッツーだけはダメ、フォークボール見極めていこう。ツーシームね、打てるとしたらここのツーシーム、オッケー、いいよ、オッケーオッケーオッケー、犠牲フライ、狙ってた通りツーシーム打てました、いいんじゃない。ちょっとどうしようかな、一塁ランナー荻野選手にしようか。まあ、キャッチャーはね甲斐選手控えにいるんで、まあ、もし長打が出た場合一塁ランナーも帰ってこれるようにダイソーはしておきましょう。おお、そこストライクか、打てねえわ、うまいですねやっぱり。そこのストレートは打てんわ、高めちょっと狙っていこうか。 OK、 逆にね相手が低め高め使い分けてくるんで、ちょっと高め狙っていったんですけど予想当たりましたね。 OK、 ボール球、ボール球は見極めましょう。バースさん頼むよ、ゲッツーだけや、ゲッツーじゃないや、もうツーアウトなんで、打つか打たれるか、なんだそれ。きたー
参りました。いや今のはちょっと僕もびっくりです。バースさん高めのフォーク一発運べました。いや気持ちいいね。一番欲しい一発が出ましたね、満塁で。今のはかっこいい。来た、出ちゃいました、筒香選手ホームラン。いやこれは意外な展開、まさかの2連発。柳田選手も続きたい。さすがにホームランは打てませんでしたが、スロースライダーしっかりとライト前に運んでいきます。いや予想外のまさかの0対0からこんな展開になるとは。フォークボール、相手のピッチャー千賀選手スタミナ切れですね。ちょっとフォークボールに手が出ちゃいましたね最後ですが、タイブレークに入って6対0いけました、いけました。まさかの展開。さあキャッチャー甲斐選手に変えてファースト守備固めでロペス選手入れます。オッケー、あとは0点で抑えていきましょう。もう相手はね、まあ、スタンプで送ってきましたけれども、 ありがとうございました。送ってきてたんで、まあ、若干諦めムードと。OK、ゲッツー。OK、まあ、諦めムードなんですけど、しっかりね、そこを抑えていきましょう。いや、まさかの展開だよね。こんなことになるとは思わなかった。2回までとはね、明らかに展開違いますからね。雨でも降ったんですかっていう。まさかの6対0。僕もびっくりです。急に降ってこなくなった。ツーシーム行きましょう。ベストピッチ。ショートゴロ。ありがとうございました。これありがとうございました。押していいのかな。これ迷うよね。最初お願いします言ってないんで。はい。って感じで、まあ2戦目かな。1戦目か。いや、長すぎてちょっと2戦目って錯覚しましたけれども、1戦目、まさかの延長戦で6対0といった感じです。さあ行きましょう。ってことで、グランドオープン後に、始めたリアタイ30勝しましたね。30勝11敗と。はい、この調子で行きましょう。いや、びっくりですね。リアタイ名人目指して始めてから初の延長戦でしたが、2回までの展開とは全然違いましたからね。まさか6対0で勝てるとは。さあ行きましょう、2戦目。相手の投手は則本選手かな。ちょっと防御率とかは、見てませんでしたけれども。さあこちらの先発は千賀選手ですね。自信を持って投げていけばまず打たれないでしょう。一番バッター井口選手。マジ？いや待て、ベストピッチのツーシーム、初回先頭打者初球一発持ってくかい。普通、マジでなんてこった。うわ、マジ。ちょっと待って、何が起きた。いや、ツーシームストレートそんなに悪くないと思うんですけど、いやーこれはちょっとあれですね、狙ってますね。完全にストレート打てるタイプの方ですね。気づくのが遅い、時すでに遅し、もう気づいた頃には2点取られてました。いやーびっくり。 OK、 フォークボール振ってくれたけどファールか。もう1球いきます。からの縦スラ投げてみましょう。手出ない。ベストピッチのフォーク振ってくれー。よいしょ、あれ、高めのフォークいってみますか。これは多分落差が緩いやつですが、いやー宇宙間、ちょっと待って、これ実況してる場合じゃないぞ。ノーアウトなんだけど、まだ
1戦目かんなんだ6対0で、まあ、大勝できたんですけど、まさかの2戦目なんだこれ、何してんの、何が自信を持って投げればまず打たれないでよ、千賀選手だからって。いや待って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 、投げるボールがない、どうしよう。この方多分ストレートツーシーム系打てるんですよね、打てるタイプだと思うんですよ。で、まあ、千賀選手の売りといえば、まあ、ツーシームストレートフォークなんですけど、ちょっと抑え方がわからない。 OKOKOK、 なんとかワンアウト。おーバースさん走りましたね。ちょっとでもツーシームボール球になるように投げて、まあ抑えていければと思いますが、振らないもんね。だってもう一球ツーシーム、ちょっとツーシーム多すぎるかな。 OK ストレート、どうしようかな、もう一球ストレートいこうか、ベストピッチのストレート。 OK で、まあ、ツーシーム高めから入れてみましょうか。ナイスピッチか。うーわ、点入んなかったけど、すげえな今のボール球ですよ多分。詰まりながらもセンター前に持っていくっていうね、相当ツーシーム打てるんでしょうね。さあ代打殿崎選手、フォークボールゲッツー狙っていこう、振らない、もう一球フォークボール、今度はストライクゾーンに入るやつ、うん、からの、ボール球に逃げていくツーシームでゲッツー狙い、振らない、高めのストレートいこうか、ボール球です。あ、ストライクゾーン入っちゃった、結果オーライからの高めから落ちてくるツーシーム、 OKOKOK、 ナイス坂本選手、守備範囲広い。3対0かも。まあ2本ねソロホームラン打たれてますからね。いやまあこの満塁抑えられれば、まあまだまだわからない。長いな相手の攻撃。スロースライダー投げてみましょうか。よくストレート狙いの方はねここで思いっきりタイミング早いやつ振ってくるんですけど。ボール球かい、うん、どうしようかな、フォークボール高めに行きましょうか。 OK、 いやなんとか高めどうなるかわからないよ、フォークボールで、まあ、満塁のピンチはね防げましたけど、あまりにも2本のソロホームランが痛すぎる。いやもう完全に相手は守備固めと思いきやレフトバレンティン選手、守備固めじゃないねこれは。ライトも D 適正丸選手なんで、わかんないよ、まだ3点差ですからね、全然勝てる勝てる、逆転していきましょう。ちょっとごめん今回長いんで、この試合で終わるかもしれません、2戦でやめるかも、勝って終わりたいな、逆転してね、見せてやりますよ逆転劇をね。うわー惜しい、チェンジオブペース結構うまいこと食らいついたんですけどね、坂本選手の守備範囲が上回りました。引っ張り警戒、何バレちゃった、バレちゃった今のもね一発持ってきたかったですけど、スプリット、あ引っ張り警戒ですね。おおロペス選手うまい、いやちょっと見せ場ないなってことで、1回で打者一巡しちゃいましたね。先ほど先頭打者を打った井口選手に回ってきました。このボール球見逃すか、これが2球目、いやちょっとどうしようかな、ツーシーム打ちますもんね、ピッチャー変えましょうか、間違えた、あ何してんの、ちょっとピットでランナーを一塁に置いています、どうしようかな、いやもうベストピッチも投げられなくなってきた。どっちかというとストレートより、あストライクか今の、ストライクゾーンに入ると思わなかったわ今の、
いやーこれ本当はゲッツーなんですけどね、さっきのがなければ。どっちかというとツーシームが打てそうですね、この方。もう今更何を分析しようがあまり関係ないんですけど、ちょっとピッチャー変えましょう。松永選手投入します。松永選手は、まあ、あのスラーブですよね、これが結構強いんですけど、果たしてまあ振ってくれるのか。まあ振らないですよね。カットボール行きましょう。これで1球ストライクゾーンに入れて、今度高めのスラーブ、これ自分でもどっちになるかわからない。振らない。高速スライダーどうでしょう、これ。あ、振ってくれた。からのツーシーム中に入れます。頼む、見逃し。いや入らなかったか。いや、まあ、タイピンついてたら多分ストライクゾーン入ったでしょうって感じかな。スラーブ、これストライクゾーン入るでしょうか。おー入った。これね強いよね、やっぱ一番端からストライクゾーン入りますもんね。さすが松永選手クオリティ、やはり強いですね。リアタイではなかなかに優秀。うん、使いこなせればやっぱり強い。カットボールストライクゾーン入れます。 OK で、高速スライダーボール球にします。 OK 振ってくれた。いや、なんとか2回は無失点で抑えましたけども、ヒット6本打たれてますね。いや、まあ3対0なんで逆転します。引っ張り警戒。あー、ダメだスプリットが全部打ち上げてますね。フォークボールに見えてしまう。なすすべなく終わってしまうのか、スプリットとフォークで。なんかなめぷしてチェンジオブペースとか投げてきそう。これ全然落ちないもんね、スプリット高めのやつ。うおー、まあ今ボール球だからいいけど打てないですよ。さあ何投げてくるか。スプリットか。次フォーク来そうだな。嫌だな、怖いな。見極めらんないって、見逃しするの嫌だからね、振りますけど。はい、ありがとうございました。結局ノーヒットで終わってしまいましたね。いきなり初回先頭打者ツーシームを初球から打たれると思いませんでした。もうちょっと動揺しすぎてね、ろれつ回ってませんけど、まあ、3戦目やっていきましょう。ちょっと勝って終わりたいんでね、やっぱり。うん、まあ、すでに動画何分になってるか分かりませんけど、今回も3試合やっていきましょう。ってことで相手ピッチャーは西選手ですね。レベル72、打率が3割2分5厘で、勝率、あ、じゃないや、防御率が 0.66 と、また投球がうまそうな方と当たってしまいました。さあ勝てるかどうか。結構相手の方、まあ、カブレラ選手とか中村典弘選手とかいたんでね、まあ、バッティング要注意ですね、その辺の選手は。さあこちらの先発はの、山本由伸選手なんで、しっかりとやっていけばいや、それ言うのやめよう、もう。まあ、まずは無失点で抑えましょう。ちょっともうね、なんか疲れた、すでに。1戦目でね、まあ、延長戦やって、2戦目で、まあ、ボコボコにされて、ちょっと疲れが見える宮野は。ストレートで入れていきましょう。おー、センター前ヒット。どうだろう、まあ、今のはそんなに厳しいコースじゃなかったんで打たれたってだけかもしれませんが、手出してこないんで、そこまでストレート系打ってくる方ではないかな。そうですね、スプリット打ってきたんで割と変化球狙いかな。 OK、 ゲッツーで一気にツーアウト。やばい、あぶねー、ツーベースで済んでよかった。ちょっと疲れが見える宮野は、しっかりしていこう。 OK、 ベストピッチ。スプリット引っ掛けてくれ。やばい、おお、振ってこなくてよかった。高めのストレート、もう振らない。
めのストレート、ちょっと、ああ振ってくれた、よかった。いやー三振してくれたからよかったけど、ちょっと疲れで失投が目立つ。いや危ないよ本当に。さあ行きましょう、集中していこう。西選手ですね、割と得意な方です、打つの。しっかりとヒットを、ああ全然ダメじゃん。何が得意だ。真ん中ツーシームから入ってくるって結構なかなかしてこないけどね。高速シュート、しっかり素振りしてね、タイミング合わせてこう。引っ掛けちゃいましたね、ボール球。さあ阪神対決、どっちが制するか。OK、いいんじゃない。いや惜しい、フェンス直撃。 OK、 まあツーアウトですがランナー出たんで返していきましょう。どうしようかな、ダイソーは出しましょう。もう一気にチャージかけていきましょう。ヒット1本で帰ってきてください、荻野選手。お、牽制入れますか。別に走りませんよ。さあ、しっかり素振りしてね。おー、めっちゃ曲がるやん、ストレート。シュート回転するからね。ちゃんとボール球見極めて、打っていきたい。ちょっと待って、タイピン。タイピンはついてないか。変化量が上がってるように見えるんですけど。いやーマジか、さすがに今のはストライクゾーン入ってこなかったか。せっかくのチャンスでしたが 無得点に終わってしまいました。ダイソー虚しくね。はい、守備交代、ロペス選手。さあ、まあ点取れなかったんでピッチングしっかり抑えていきましょう。スプリット振ってくれー、振らない。ツーシーム、オッケー、ストライク。ちょっと思うんですけど、投球がワンパターンになってきてる。あー、フォアボール、マジか。急に選球眼が良くなった気がするな。やばい、おお、やばい、間違えて押しちゃった。真ん中でリリースしちゃった。カットボールで、ちょっと全然振ってこないんでカットボールで入れてみましょうか。 OKOK からの、もう全然振ってこないんで見逃し狙います。はい、 OK、 これね、ツーシーム。なんか急に振ってこなくなりましたね。 OK、 打ち上げてくれました。いいよ、ツーアウト。この調子でいこう。ってことでキャッチャー古田選手のところで、代打鈴木誠也選手出てきました。侍ジャパンのやつですね。ちょっとカットボールでボール球振ってくんないかな。あ、振らない。じゃ今度ボール球に逃げていく高速スライダー。全然振んなくなってきたな。ストレート行ってみます。ベストピッチのストレート、もう1球いきます。危ないですか。うん、 OK、 ストレートはそんなに得意ではないかな。なんとか2回も無失点で抑えました。キャッチャー城島選手出てきましたね。いいな、古田さん持ってて城島さん持ってるって羨ましいですね。さあ点を取らなければ勝てないといった感じで、ボール球か。柳田選手、一発で決めてくれ、聞いた方。 OK、 ボール球、全部ボール球ですね、さっきから。うわー、やっちゃった、これね。いやー、シュート回転のストレート打てませんでしたね。なんか得意とか言ってた割には全然打ててない気がする。
さすがに疲れが見えてきたんでしょうか。それは言い訳なのかどうなのか。いいコースだったんですけどね。ちょっとねボール球先行してね、若干疲れもあって、イラつきが見える宮野は。全部ボールですね、さっきから。見逃していこう。いいよ、時間はね惜しまずいこう。あいあいあいって感じで。それは舐めすぎか。そろそろストライクゾーン甘いの来んじゃない。いやー、今のは打てなきゃダメ。ツーアウトか。また延長戦か。それだけは避けたいな。来たー、ありがとうございました。なんとか坂本選手で一発で決めてくれました。さすがキャプテン。はい、そんな感じで、今回もね3戦やっていきましたが、結局2勝1敗かなでしたね。はい、なんとかまあ勝ち越しで、終わることができました。いやー、めちゃくちゃね長い動画になってると思うんですけど、延長戦あり、完封負けあり、最後はまあ一発さよならといった感じでね、今回は3回やっていきました。最後の方もねレベル247なんで、結構プロスピ長いことやられてる方だと思うんですけど、まあ、なんとか勝てましたね。はい、そんな感じで今回も、リアルタイム対戦名人目指してやっていきました。もしよかったらね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。